この度は大変ご愁傷様です。三ツ星産業鈴木常務には生前から大変お世話になっておりまして、本日東和物産を代表いたしましてお悔やみ申し上げに参りました。後ほど席というものも参りますので、はい、失礼いたします。はい、遅れてごめん。席どうしたんだよ、急に。どうしたんだよ、じゃねえよ。なんだこの格好。何、喪服だよ、喪服。喪服葬式でしょ。だから黒い服着てきた。黒きりゃいいってもんじゃねえだろ、これ。あ、そうなの。そうだ、実は俺葬式初めてでさ、そういう細かいとこなんかよく分かんなかったんだよ。だからって、なんで兄ちゃんの格好してんだよ。仕方ないじゃん、だって家に黒い服これしかなかった。これしかなかったもん。なむしろなんでこれ持ってんだよ。ほら、マンションだから関係ねえって。いいな、相手は大事な取引先なんだぞ。絶対に失礼があったらダメなんだって。それは本当に言う通りだよね。そうだろ。だからちゃんと挨拶に変えていけ。いや、なんだよ、なんだよ。お前さ、ちょっと自分の姿よく見てみろよ。これなんか思わねえのかよ。おー、ちょ、一回転としてみろよ、お前。ほら、おー、俺見比べろ、これ。すいません、見ろ、見ろ。確かに言われてるやね。ちょっと赤が気になる。バカが、そこじゃねえよ。でもそれ以外は特にな、黒いしな。本当に分かってねえわ。なんかごめんね。ほら、うちマンションだから。だから関係ねえって。なんなんだお前のそのうちマンションだから無適切は。そういうつもりはないけどさ。関、今日は帰った方がいいんじゃないか。え、なんで。嫌だよ。ほら、何、あのお焼香ってやつ。俺まだ開けてないんだよ。大丈夫だ、俺がお前の分もあげとくからさ。いや、それは絶対ダメだ。鈴木常務にはすげえ世話になったんだ。絶対に自分でお焼香がしたい。なんでそういうとこしっかりしてんのお前は。じゃあそういうわけで。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、落ち着け、落ち着け。分かった、落ち着けってな。ショットぐらいは上げてもいいから。本当にやった。その前にな、その代わりお前が東和物産の社員だっていうことは絶対にバレる。え、どうして。どうしても。おー、分かって、まあ、そこまで言うなら別にいいけど、具体的にどういう風に振る舞ったらいいんだよ。お前がこんな格好で来た以上、もう忍者でやるけるしかねえだろ。いや、それちょっと無理なんじゃないの。演出だよ、もう忍者でいけよ。忍者、忍者、ぽよん。え、どうしたの急に。いや、うるさいな、もう。なんだよ、お前。今日、忍者で行こうだよ。電車で行こうみたいな。戻りすぎなんだよ。乗りつかんだよ。お食事に行かれても忍者ね。忍者だよ。バレるよ、お前。バレるよ、忍者らしい。そうだ、周り見渡しな。いいぞ、いいぞ。もう集計。もう巻き虫。ナイス、ナイス、ナイス。ちょっと無理だじゃないか。全然大丈夫だよ。むしろ自然。マジで。なんかそれまですっげー盛り上がってるよ。じゃあ行ってくるわ。ドーン。失礼せんでござる。拙者は忍びの者、この度恩人である鈴木殿の最後を見届けるべく発散してまいった。ナイスって。それから、どうしたどうした。連れなんか戻ってこい、バレる前に。あ、そうです、すいません、トーマスさんの席領だ。おらおらおら、何やってんだ。恥ずかしい、戻って。ここ折れんの早いだろ。あ、すいません、じゃあ皆さん落ち着いてください。彼は確かに東和物産の社員ではありますが、決してふざけてる場合ではないんですよ。はい、彼はその、東和物産に忍者として雇われてる男なんです。そうだったのか。乗ってこいよ。そうです、そうです、そうでござるよ、忍者。忍者なんつら、だから、決して。あ、証拠と言われましても。わかりました、証拠ですね、証拠を見せましょうか。おい、関根、お前の得意技見せてやる。なんだよ。カトンの術。いや、できないよ。早く見ろ、死だ、ヒヒヒ。あ、ヒネ、ヒネ、ヒネ。死ね。お風呂免許されるんだよ。お前の得意技だ。水炭の術だ。得意じゃない。水だって水ってなんだよ。ああ、関、ちょっと話変わるけどさ、俺お前の CD さ、傷つけちまった。ごめん。あ、そうなの。あ、もう全然いいよ、そんなの。ほら、俺とお前の仲じゃないかよ。本当。だからこの件は全部水に流そう。全然ダメじゃないかよ。どっちダメなの。どうすんだこの空気。いやー、なんとか一つくらい笑い取りたいよね。もう一回変わってんだろ。そうなんだ、最後手段だ。続きまして、トムとジェリーよりトムのリアクション。忍術関係ねえよ。いやお。いやお。